初回に一塁内野安打。5回に、中前打で、同点劇を演出した、エンゼルス3イ1アストロズ、日本時間16日アナハイムエンゼルスの大谷、翔平投手は15日、日本時間16日。本拠地、アストロズ戦で、1番、指名打者で、先発出場し、2試合連続のマルチ安打をマークした。 初回に一塁内野安打を放つと、5回の中前打で同点劇を演出。4打数に安打で打率。271に上げた。チームは3から1で逆転勝ち。スイープを阻止した。足でチームに貢献した。初回戦闘。打球を1。 二塁間へ。ベースカバーに入ったマッカラーズジュニア。と、競争となった。右腕はグリエルの高く浮いた送球を補給したが、一塁ベースを踏み切れず、大谷翔平は素早く一塁を駆け抜け、記録は一塁内安打となった。一点を おうごかいちしちるいでは2試合連続マルチアンダとなる中前打を放った。中堅、マコーミックの3塁送球の間に2塁へ進む、高走塁を見せチームは、フレッチャーの夕頃ごろの間に同点に追いついた。マルチアンダは、今季32度目だった。2回にし満塁。7回一死と、空振り三振に倒れた。 チームは、連敗を2でストップ。16日、同17日は、敵地、ヤンキース戦。ゴーアン・ゲリット・コールと対戦する。エンゼルス、大谷翔平足で見せた。今季32度目のマルチアンダーエンゼルスの大谷、翔平投手、27、は15日、日本時間16日に、 本拠地アナハイムでのアストロズ戦に1番 DH で先発出場し、初回に1塁内野安打、5回に中前打を放ち、今季32度目のマルチ安打をマークして読んだ数に安打だった。チームは3から1で逆転勝ちして同一カード3連敗を免れた。初回戦闘は快速で安打を稼いだ。 相手先発は右腕マクラーズ。カウント1から2からの4球目。内角高めの進化を強打した。1。二塁間に飛んだ強烈なゴロを補給した一塁手は慌てて。ベースカバーに入ったマクラーズへ。微妙なタイミングだったが、大谷翔平のスピードを意識したのか。 一塁ベースを踏むことができずに一塁内アンダとなった。これで一番起用後6試合連続アンダだ。0から1の5回1し1塁は1ストライクからの2球目。内角のナックルカーブをライナーで中前へ運んだ。中堅守が三塁へ送球するのを見るや一塁を回ったところで加速して二塁へ滑り込んだ。記録は単打だが、 ファンは大歓声だ。2試合連続。今季32度目のマルチ安打をマークした。続くフレッチャーの夕頃の間に3層が生還。同点劇を演出した。2回西万塁は、初球の外角ナックルカーブは、明らかなボールだったが、ストライクのコール。この判定で惑わされたか2球目。 三球目の低めのナックルカーブにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。二から一の七回一死無走者は三番手の右腕、ハビエルと対戦。カウント一から二からの四球目。外角高めの95.1マイル、約153キロの直球に空振り三振だった。ファン期待の40号は出なかったが、 メジャートップクラスのスピードで喜ばせた。副長気配の大谷翔平は17日、同18日からご市を回る10試合の遠征に出る。アナハイムに戻ってくる27日、同28日まで何本積み上げているか。大谷翔平。39号に夢が叶った。現地実況の絶叫が話題。 グビザダン、おめでとう。祝福の声殺到、米大、リーグ、エンゼルス2から8アストロズ、8月14日、日本時間15日アナハイム、エンゼルスタジアム、ハッピーバースデー。You are w i s h e s come true。エンゼルスの大谷翔平投手が、1番 DH で。 先発出場を果たした昨日の試合で、第1打席に3試合ぶりとなる39号ソロを放った。打った瞬間にそれとわかる。打球速度約173キロの弾丸ライナーが、大谷翔平のバットから放たれた瞬間、現地実況がそのように絶叫したことが、ファンの間で反響を呼んでいる。夢を叶えたのは、 エンゼルス OB で解説者のマークグビザ氏。この日の試合前。グビザ氏は自身の誕生日であったこともあり、願わくば大谷翔平のホームランがプレゼントで欲しいと話しており。現地実況のホセモタ氏は大谷翔平自身の打つことができればというコメントを紹介していた。つまり大谷翔平は グビザ氏の願いを先頭打者アーチという最高の形で叶えてみせたのだ。大谷翔平の弾丸ライナーがライトスタンドに突き刺さると、大谷翔平は悠々とダイヤモンドを一周。すると、現地映像は放送席の映像に切り、そこには、all I want for my birthday is a home n と書かれた紙を持つグビザ氏のどこか誇らしげな様子が映し出された。一連の出来事に試合を中継したアベマノファンからはグビザ団おめでとう。など祝福の声が殺到。一方では MVP コールも多数寄せられた。シーズン39本塁打はエンゼルスの左打者としては レジージ・ジャクソン、1982年に並ぶ記録となったが、アベマで実況を務めた MLB、JP 編集長の村田洋介氏によると、過去にエンゼルス所属の選手でシーズン40本以上の本類打を放ったことがあるのはトロイ・グロス、アルバート・プホルス、マイク・トラウトの3人だけ、 大谷翔平とってはチーム記録の更新がホームランと打点王の打撃2冠、MVP といったさらなる大記録に近づく確かな一歩となることは間違いなさそうだ次のオーディオビデオでお会いしましょう